ああ、用事っつうかさ、ドライブにでも行ってみねえかなって思ってさ。あ、OK か。悪い、ちょっとぼーっとしまった。そうそう、先輩の誘いは断らない。これ常識、なんてな。じゃあ、今度の日曜日、そこで遅れんなよ。じゃあな。お待たせ。さあ乗った乗った。ちょっと狭いけど我慢してくれな。さーて出発するか。シートベルトを締めとけよ。もちろん花の配達の時も安全第一だから、その辺は任せとけ。お前、車から降りたらチョップチョッパーチョッペストの刑、略して三倍返しの刑だからな。次ちょっかい出したくなったら車止まってる時にしろな。今日はめちゃくちゃ充実した一日だった。しかしお前って本当に飽きないやつだよな。面白そうなとこがあったらまた誘うわ。まだまだ元気だな。お前時間まだ平気か？大丈夫なら送っていくぞ。じゃあ今日はちょっと遠回りして帰るか。なんだ？演歌。じいちゃんと親父が演歌一筋でさ、生まれた時から演歌三昧。お袋が言うには幼稚園児だった俺の鼻歌はもっぱら演歌だったらしい。だろう？まあ物心ついてからは流行りもんも聞いてはいるけど、ナンバーワンは演歌だな。お、今日は疲れただろうから早く寝ろな。じゃな。あ、白子ちゃん、こんにちは。うん、下駄箱が地味やから色とかつけて綺麗にしよう思てんけどな。こんだけ数があると大変やろ。なんかいい方法ないかな思て。もろてへんで。じゃあ試しに僕んとこだけやってみる。で、評判良かったら他んとこもやろ。うん、そうしよう。ありがとう。君のおかげでいい案出たわ。ほんなら早速やってくる。
次の日曜日、課外授業で博物館に行くんだ。恐竜化石展、楽しみだな。大好きだよ。生き残りがどっかで見つかったら絶対背中に乗せてもらうんだ。男のロマンってやつだよ。俺、考古学者とかになった方がいいかな。他にも聞きたいことある？おね？うん、こんな感じだよ。他にも聞き、ウルノさん、どうかしましたか？いや、そうでした。若王子くん、くれぐれも生徒からのプレゼントは受け取らんように。どうも君は講師の区別がなっとらん。ピンポンです。だから、ごめんなさい。でも、どうもありがとう。誕生日を覚えていてくれてとても嬉しかったです。なんか用か？いいぞ別に。今、自由行動のスケジュール練ってんだよ。そうじゃねえと回りきれないっぽい。あるある。まず寺は有名どころを一通り押さえるだろ。で、映画村行って鎧兜と一式つけて写真を撮る。あと盾を習って、あーやべえ、マジで楽しみだ。帰りなんです。そのもしよければこれから会えないかと思いまして。よかった。ではお待ちしてます。アミューズメントパークの前です。突然ごめんなさい。気をつけて来てくださいね。すごい、やっぱりクレーンゲームの天才ですね。嬉しいです。どうしてもこの子連れて帰りたかったんです。もっとクレーンゲームが上手くなるように練習しなくてはダメですね。あの、また呼び出してしまってごめんなさい。ありがとう。私ついあなたに甘えちゃって。あの、また誘ってもいいですか？嬉しいです。あなたも遠慮なく私に言ってくださいね。私もあなたの役に立ちたいから。ウルノさん、これもらってくれませんか？部屋に置くタイプのものなんです。記憶力を活性化する乾燥ハーブが詰めてあります。頭がすっきりしますよ。よかったら机に置いてみてください。環境を整えると勉強もはかどりますよ。ええ、お互いに頑張りましょう。今日はありがとうございました。おかげでうちの子たちに素敵な仲間ができました。
おお、やってるな。お前が普段見せないような走りっぷりを見てみたくてさ。何言ってんだ、俺は本気だ。こういう機会じゃないと見られないしな。よし、俺はここにいるから気合い入れていけよ。やったな、白子。見てた見てた、お前綺麗に走るんだな。ああ、もっと見てたいなと思った、正直。あっと、今日はお疲れ。機会があったらまた来っから。じゃあな。自由行動どうしようかと思ってた。そうか、だったら一緒に回るか。じゃあ行くか。きついな、色がかもな。目がチカチカしてきた。いい眺めだな。へえ。夜見られる時期もあるらしい。別に修学旅行じゃなくてもいいんじゃないか。来ようと思えばいつでも来られるだろう。そういう意味で言ったんじゃない。まあ貯金も大事か。俺も貯めとく。いつか見られるといいな、一緒に。